嘘。嘘。おはよう。ほのたんが見てるって。ショールーム。手が当たってショールーム見てるらしい。きゃー。寝てた。寝てた。やばー。寝てた。寝てた寝てた寝てた。串どこ？串ない。寝てた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 。しっかり寝てました。寝てた。おはよう。元気。おはよう。寝てた。そう、レッスンで疲れたんだよ、きっと。寝てました。おはよう。髪の毛？ああ。寝てた。寝ておりまして、しっかり寝てました。そう、久しぶりに多分レッスンしたから眠かったんでしょうね。ということにしておきましょう。じゃあ、ではここでアイロンの儀式をしたいと思います。でも目覚めはいいんですよ、今日は。なぜかというと、なぜかというと、あの、なんで目覚めが今日、あ、遅刻したっていう思いもあったんですけど、そう、あ、遅刻したっていうあれもあったんですけど、あの、七並べをやってたんですよ。そっからもう寝落ちしてて3時ぐらいまで寝てて、そう、やけね、野球ね、寝てたんですよ。寝落ちしてたんですよ。そう、七並べって催眠術かかりません？私一気に落ちました。え、でも11時ぐらいまでやって、11時ぐらいまでやって、次の対戦してる時に寝ちゃったんですよ。
いや、暗くして寝てたんですよ。暗くして寝てたんです。そしたら寝てたそしたら寝てたんですよ。そう、寝落ちしちゃった。そう、ずっと七並べしてたんですけどね、ちょっと眠くなっちゃって一気に寝ました。そう、おはよう、おはよう。そう、いつの間にか寝てるんですよ、ああいうのって。で、気づいたら3時になってて、3時半ぐらいになってて、えみたいな、私七並びやってたけど大丈夫かなみたいな心配になってくる。そう、それでこう七並びをやってて寝落ちしてるやん。そしたらね、多分ね、開けたまましてんの、寝落ちを。わかる？そこ開いたままやっさあ寝落ちしてるけさ、なんでこいつ出さんのってなってるはずなんよ。もうほんま申し訳ないほんま申し訳ない。わかる？なんかさ、寝落ちしとる人って出さんやん。さっき毎回そうなんや。開いたまま寝るけさ、多分対戦相手の人は絶対思ってると思う。なんでこいつ出さんの、ごめん寝てるんよこっちはと思ってごめんこっちは寝てるんだよって思いながら、さっきもね毎回思う。じゃけね、あの意地悪でね出してないんじゃなくて、あの普通に寝てる普通に寝てる、そういう時は。うん、みんなそう思っとって、さっきがもし七並べ当たった時に出そうなって思ったら、あの寝てる時やから、そう思っとって、そう思っとってくださいな。そう、寝てた、寝てたってことで思っとって、そう認識していてくれといたら嬉しいな。あ、菅原全然出さんなって思ったらそういうことなので、よろしくお願いしますそういうこと。そして今日前髪がもう終わっとるわ。もう前髪が終わってるので、もう前髪はもう気にしない。なんで？もう朝から終わってますね。あ、多分寝坊と寝落ちのバツですね。はい。でもアイロン一回も当ててないのに今日はストレートだ。イエイ。そう、12時ぐらいまでねやろうと思ったんやけどね、寝てたんだ。ごめん。毎回な寝るんよ。辛い。本当はね寝てるつもりじゃないの。あれ、夢の中で七並べやってるんですよ。そう、夢の中でやってるんですけど、なんか気づいたら寝てて、で現実では寝てるんですよわかりませんね。そうよ、夢の中でチャーチャ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 ってなってんの。夢の中でもねちゃんとね七並べやってるんですよ。いや、やってる。夢の中でもちゃんとこうふん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 って感じ、あ、バーストみたいなやってるんですよ。夢の中ではバーストして4位でしたね。で、今日携帯開いたら、さっき携帯開いたら対戦終了していまして、なんかもう戻れませんみたいな書いてて、え、私寝たんだと思って、そこで気づきました。私寝てるみたいな、そこでお気づきになられました
そうなの。充電あった、充電差しっぱでやってたんですよ。あのあるじゃん、なんか対戦は終了しているのでできません、あなたはもう終わった、終わりましたみたいな感じで。そうそうなんですよ、渡した人なかなかさっきはカード出さんなって思ってると思う。はいよ出せやって絶対思ったと思う。もうごめんなさい、うん、ごめんなさい、申し訳ない。いやもう終わりましたね、昨日もマジで終わったと思った、昨日じゃない今日の朝、あー最悪と思った、もうごめんもうごめんしか言えん。おはよう、明日からちゃんとショールーム遅刻せんように頑張ります起きた起きた、やっと起きた。眠いの？さっきも眠い私も眠い。そうそうそう、昨日フライングした分ちょっと今日は遅刻してみた、言ったでしょ、昨日言ったでしょ、言ったじゃん昨日、今日は早くフライングした分明日はちょっと遅刻しようみたいなこと言ったくない言ったよ、ほら有言実行。言いました、言ったよ、プラマイゼロで。そうバランスをね取るのがやっぱ大事だと思うから、有言実行まあそんな時もある、確かに、すいません。みちゅの配信ですが、キンさんって YouTuber さんってコメントあって笑った、えやってないよ、嘘、まあ YouTuber かもしれんけど早っ、フラマイゼロ、そうバランスって大事そうや、お今日誕生日、ハッピーバースデートゥーユー、合ってないすいません、じゃあ書きますね、ちょっとあれがないんですよね、ちょっと取ってこようか、取ってくるわ、ちょっと待っとって、じゃあちょっと待って、待っとって、藤森さん、うわぁこんなこと書いてる、妙やろ妙やろ妙やろやるぜ妙やろやってる、はい、妙やろいやいやだ、あ、スケッチブックもうなくなってきてる、
もうあとこんだけしかない。こんなに使ってあんま変わらんかった。ペンもカスカス。はい、これ買いに行ってくる今日。ハッピーバースデーおめでとうございます。100均のペンなんですよこれ。おめでとうございます。薄くてごめん、見える？薄くてごめんね、ごめんね。おめでとう、カマ、ありがとう、おめでとう。これダイソーなんですよ。ダイソー。ホワイトボードがいい。やっぱ。でもな、ホワイトボードもな、さっき持っとったんだけど、ホワイトボードって消したらもう消えたまんまじゃんか。でもね、スケッチブックって残るじゃん。書いたら。字上手？だ。ほら、残ってるんだよ。全部。スケッチブック可愛くない？見て、可愛い。そうそう、残るでしょ？だからいいかなと思って。うん。スケッチブックって書いてるの。可愛いよね。ライオンなの。そんなさっきが好き。ほんと？そう、ライオンがかわいいの。ここだけ切り取りたいもん。次のスケッチブックも同じの買うか迷う。そう、無口なライオンやで。でもさ、このライオン片方手ないんだよね。こっちに。ライオンの手がないんです。もう一個。片方ライオン手がないの。ダイソーです。すごいすっぴん、やば。すごいすっぴんだわ。しれっと普通にショールームしてるけど。すごいすっぴんだね、私た。菅原咲ちゃんすごいよ、なんか。大丈夫？いけてる？あ、はしごに捕まってんの？そういうこと？子供にはわからないよ。子供にはこんなのわかんない。はしごか、これ。いけてる？すっぴんなんだよ。まだ今日ほんまにすっぴんなんだよ。昨日も、昨日の方がすっぴん良かったんだけど、何？昨日との差は何だったんだろう。リップの色や、リップの色や。昨日との差は何ってぐらい違うんだけど。昨日の方が可愛かったのに。今日無理。ピンの割には昨日は可愛かったのにね。今日はなんか普通なんだけど、普通の人。そう、リップは塗ってる。これ
これだけで、この色こんな色したのにこれだけしか使わないよ。なんでやなんでや。みんなもすっぴん今。みんなもすっぴんですか。あくび出た。あくび出ました。化粧水すっぴん。髪のツヤ毎日すっぴん。じゃあ今日さっき一日すっぴんでおろうかな。夜配信もすっぴんでいい。これでもこれやとなんか初めて来た人びっくりする気がする。なんだこの顔って。なんだこの顔。夜配信もすっぴんでいいの。嘘。そんな優しいことある。いいんですか。じゃあ今日スピンでやろうかな。お肌の休憩日。おお、いいね。じゃあスピンでやろうかな。もうね、いつもメイクしてたらね、顔がねマジそぎ取れそうなぐらいな勢いでね。メイクしてるんですよいつも。いやいや、むしろ希望。嘘、寝る前はいいんじゃない。どの道メイク落とし。確かに、いや本当にメイクそぎ取りそうなぐらいの勢いでやるんですよ。そう、ピーラーはしないんですけど、ビューラーですね。いや本当そぎ取れるぐらいの勢いでやるんですよ。落ちそうよ、顔が落ちそう。そうなんだよ。だからね、そぎ取れるよりかはマシやからな。後で考えよう、メイクしてやるかメイクせずにやるか。おはよう、ジョセフかぶって、ジョセフ実家に置いてきちゃった。だから公園で真顔なの。さっき公園で真顔じゃないですよ。いや、夜はメイクしよっかな。あ、逆に、あ、それやりたい。朝はメイク配信で夜が撮る配信。でもなんかちょっと嫌だな。すっぴん、そう、すっぴん。うん、昨日ジョセフ泣いてた。泣いてないよ。ポッ。昨日体重測るの忘れてた。体重測ろうと思ってたんですよ昨日。体重測るの忘れてたな。体重測ろうと思うともに。そう、最近2月から体重ずっと測ってるんですよ自分の。そうそうそう。それでも一言言わせる、菅原さん生徒だ。生徒？嘘。イエーイ。そう、前にメンバーが誰かメイク落としてる配信見た。誰やろ。やだ、今測って発表は辛くない。だってお菓子食べてないのに。2月から1週間しか経ってない。継続してるよ。そうそう、体重100キロぐらいある。あるあるある。もう元手さえて100キロあるんよ。ないわ。ないわ、そんなにないわ。
もう以下で忘れとるやん。しーしー、今日から測るのまた。私の体重知りたい？リンゴ何個分？うん、そのぐらい。梨3個分ぐらい。変わらん。うん、そんぐらい。さっきね、体重測るときもすっぽんぽんで測るんですよ、いつも。ポンポンで測るんですよ。あの服とかこういうパジャマとか着てやると、あと髪の毛は絶対乾かしてお風呂から出た状態でやります。絶対ね。お風呂から出て夜中の11時ぐらい、夜の11時ぐらいに測ります。そうで、服も全部脱いで髪の毛もちゃんと乾かして水滴の量も一滴も残さずもう測ります。ポンポンで測ります、体重計。そうなの、マジリアルにもう全部掘り捨てて、全部もう脱ぎ捨てて、もう置いてパジャマとかで乗って、うん、今日はこのぐらいかって言って3秒ぐらい待って着て寝る。寝る。それで終わり。そう、もうそう、全部そぎ取ってメイクも全部落として、あの水もね、湿気とか全部飛ばしてしっぽんぽんになって、だって服のさ 0.1g とか増えられたらもう女の子ってそれでも辛いんですよ。うん、ジム通ってるの？筋肉すごそう。筋肉を触らせてよ、どんな感じなのか。上腕二頭筋ってセクシーだね。スポンポン寒そう。でもストーブの前でいつもやってるんですよ。そうそう、やけんね、寒くない。いや、服の重さを入れるとダメ。いけね、毎回思うのがね、テレビでさ、あの芸能人の人がさ、服とかヒールとか履いたまんまさ体重測られる時あるじゃん、ドッキリとか。なんかわーってあれとかさ、もう公開処刑やと思うもん。だって本当の体重と服を含めた体重って違うじゃないですか。かわいそうって思う。いけ、絶対先あんなことされないように、もう頑張ろうって思う。元から体重軽い方がええなと思いました。やけ、痩せます、頑張ります。双子、いや、2キロもな、2キロぐらい、2キロとかグラムとかそのぐらいでもな、ダメなんよ。そう、身体測定のさ、そう学校の身体測定とか体操服でも、なんか体操服でなんかスカスカのままやるんですよ。わかる？体操服のスカスカでやるんですけど、体操服も結構ズボンが重かったんですよ、さっきの学校の、もともと行ってた学校のズボンめっちゃ重くて、そのズボン分は引いてました。マイナス0.5 とかは引いてもらってました。朝から校長です。校長先生ですか？おはようございます。そう、マジ体操服寒かったんだよ。そう、そう、学校はさすがにね、すっぽんぽんじゃできんけんね。さすがにね。でもまあ、元気で、元気。もう全部脱ぐ、全部脱ぐのは家だけにしてます。さすがに
座布団2枚ください。今床に何も敷いてなくて、今ここには何も敷いてないんですよ。何もなくて、学校はバッチリメイク。学校は今行ってる学校はそうやけど、昔前行ってた学校はメイクじゃなくてすっぴんで行ってた。この顔で行ってた。この顔にマスクしてたかな、嫌やったから。そう、何の上なう？ベッド？フローリングは冷たいでしょ。冷たい、ピチャピチャ冷たい。そう、学校はもうこのままの顔で行ってました。今日はゆっくりなのか。今日はそうだね、今日はゆっくり。やけん買い物に行ってくる。今日は夜配信に間に合う程度に買い物に行ってくる。葵ちゃん巻き込もうかな。葵ちゃん何してんだろう。葵ちゃんと一緒に行ってこようかな。そう、今日オフ。二度寝、二度寝したら一生起きないよ、先。いいの？メール送ってから寝るわ、そうなったら。でも今日寝れないの。部屋の片付けしなきゃ。うん。なんかさ、ねえねえ、なんかね。うん。なんかさ、どうやったら部屋って片付くんですか？なんかね。片付けても片付けても汚いんですけど、うん。なんでだろう。もう一回思う。片付けても片付けても物がね増えてくるんですよ。うん、断捨離できない。全部いるもんだって。全部いるんだもんだって。諦める。諦めた方が早い気がする、先は。うん、いや本当にね、一回マジで片付けてくれる業者の人がいるじゃないですか。ああいう人呼ぼっかなと思ったんですよ。ってぐらい汚いんですよ。でもなんか汚いって言ってもそんなに、なんか床は見えますよ。床は見えるんですけど、なんていうやろ、多分ね、物出してるものが多いんですよ。服とかカバンとか靴下とか、あとナイロン袋が多いんですよ。ペットボトルとか。ペットボトルは捨ててます。ナイロン袋をこれ使えるとかって言って置いてるんですよ。で結局使わないんですよ。片付けよう。じゃあ団長読みます。13位スエさん、11位カズさん、9位マサトシさん、7位ヤスさん、5位フクチャンスさん、ありがとうございます。そう、ゴミ屋敷じゃない。12位魔術師さん、10位スーさん、8位タロウちゃん、6位ボノボノさん、4位バンジャラモンスターさん、ありがとうございます。3位ミッチーさん、2位大地さん、1位がかずきさん。かずき、イエーイ。ギフトもありがとうございます。ごめん、こんなギリギリまで話してたら59分やった。ありがとう。そして遅刻してごめんなさい、寝てました。うん、遅刻してごめんなさい、寝てた。夜配信は遅刻しないようにちゃんと時間を入れて一生懸命走って帰ってきます。ってことで今日も一日頑張りましょう。せーの、バイチャー、またねー。